あわや千吉11月7日から1945年8月6日は日本の内務官僚、政治家、ゴーストップ事件時の大阪府警察部長、広島市への原子爆弾投下時の広島市長として知られる。東京府市属、鉄道管理、あわや英雄の次男として生まれる。父の転勤先の仙台で生まれたため、千吉と命名される。父は、 山口県出身だが、鉄道に勤務していたために転勤を繰り返し、その認知の一つとして1902年鳥取の米市に来た。1906年鳥取県立第二中学校に入学し、野球と柔道に熱中した。1911年12月、林重広校長が鳥取中学校へ転任することになった際、千吉は生徒の先頭に立って、 留任運動のリーダーになった。先基地たち5年生数名は、生徒を代表して、県知事を訪問。しかし留任運動は成功しなかった。第一高等学校を経て、東京帝国大学法学部を卒業。内務省に入り、広島県属、農務商工課長、広島県警視保安課長、北海道調理事官、教育平時課長、星学官、人事務官、 地方課長兼統計課長歴任。1929年高知県警察部長となる。漁業史に残る寄付謎底引き網漁業全敗闘争が起こり、千吉は運動リーダーと話し合いを重ね収めた。1931年愛知県警察部長。1932年大阪府知事県尾市の要請で大阪府警察部長となる。この時、 ゴーストップ事件が発生。一時は、軍と対立するが1933年11月19日に、伊勢高奏第四師団参謀長との連名で、共同声明を出して集結させた。1937年第31代、大分県知事に就任。1939年農林省経済部長。1940年、水産局長。1941年。 バ政局長官を歴任して、1942年、体幹支援居。1943年、大倉大臣、加谷沖則の混成により、広島市長に就任。被爆市長官社後の石踏み2008年7月、撮影1945年8月6日、原爆により、同志加古町の市長校舎で産卵、孫と共に即死、女中と共に、 校舎裏手の台所で被爆死重傷を負った妻の幸雄も翌月死亡し、この母を看病しに、広島へ駆けつけ最後を見取った次女もその年の11月に二次被爆の影響でこの世を去った。現在、校舎跡に近い広島市中区の過去町の元安川に、かかる万代橋西詰南側の堤防上の緑地帯に、同市により、被爆死長校舎跡の石碑と、 その説明版が立てられている。あわや千吉と家族。明治15年6月生没明治24年6月生。没明治37年7月生昭和20年9月没。ありがとうございます。